いつも動画のご視聴ありがとうございます。バニャどうもトロです。さて今回も前回に引き続きキングダムハーツのオリジナルキャラクターを全員紹介していきます。これまで何をして現在はどうなっているのか、そして今後の動向について超ざっくりと分かりやすくまとめさせていただきました。前回は空をはじめとする光の守護者とそれに連なる者たちと13機関を紹介させていただきましたので、今回は古のキーブレッド使いや裏側の世界の住人スカラ・アド・カエルムのキャラをドドッと紹介していくので、ぜひ最後まで見ていてください。特にキングダムハーツ4やミッシングリンクといったキングダムハーツの今後の物語に大きく関わってくるメンツなので、しっかりと押さえておきましょう。それでは早速見ていきます。鍵が導く心のままに。マスター・オブ・マスター、キングダムハーツの物語の全ての根源ともいえる古の時代のキーブレードマスター、少年だった頃からずっと戦い続けている真の闇と決着をつけるために未来に起こる出来事を綴った予知書を完成させたり、時間移動が可能な箱舟という装置を用意したりといくつもの策を講じた。そして真の闇を閉じ込める器に弟子たちを選び、キーブレード戦争を意図的に起こすことで倒そうとした。現在の消息は不明だが未来へ時間移動しており、青年時代のゼアノートにも接触していた。目も声も届かない命の先の世界に姿を消したいと語っていたことや、キングダムハーツ3のシークレットムービー、今後の展開からもクアッドラトムにいる可能性が非常に高い。ルシュ、マスター・オブ・マスターの弟子の一人、名前に異端の印を含んでいる。彼に与えられた使命は世界の終わりを見届けてマスターの片目を用いたキーブレードを弟子から弟子へと継承して予知書を完成させる目となること。他にも別の使命が与えられていたり、謎の黒い箱も託されている。使命を果たすべく心を他の器へと移し続けることで生きながらえてきた。その器はブライグやブラギ、そしておそらくブレインであるが、それらは一部であってもっと多くの器が存在していたことだろう。名前の由来は7つの大罪の色欲。イラ、マスターの弟子の一人、与えられた使命はマスターの代わりに弟子たちをまとめるリーダー。古のキーブレッド戦争後に消失していたが未来でルシュに呼び戻される。名前の由来は7つの大罪の憤怒。インビ、マスターの弟子の一人、与えられた使命はイラ、アセット、グーラ、アバの公正な監視。キーブレッド戦争後に消失していたが未来でルシュに呼び戻される。名前の由来は7つの大罪の嫉妬。アセット、マスターの弟子の一人、与えられた使命はイラのサポート役だが、イラがリーダーにふさわしくないと感じたら代わりにリーダーを務めること。キーブレッド戦争後に消失していたが未来でルシュに呼び戻される。名前の由来は7つの大罪の怠惰。グーラ、マスターの弟子の一人、与えられた使命は予知書から欠落した一編ロストページの謎を解明し裏切り者を突き止めること。キーブレッド戦争後に消失していたが未来でルシュに呼び戻される。名前の由来は7つの大罪の暴食。アバ、マスターの弟子の一人、与えられた使命は優秀なキーブレッド使いを集めて訓練し未来にキーブレッド使いを残すこと。キーブレッド戦争後に消失してしまい使命を全うしたという理由から未来で唯一ルシュに呼び戻されなかった。名前の由来は7つの大罪の強欲。プレイヤー、光が闇に敗北するという予知書に綴られた最後の一節を回避するべく集められたキーブレッド使いの一人でありプレイヤーの分身となるキャラクター。ハートレスを倒しルクスと呼ばれる光を集めていた。真の闇と交戦することになったが親友のエフェメラたちを助けるために自らを犠牲にした。最後を迎えたプレイヤーは新たな心へ溶ける選択をし、ミッシングリンクの時代に2度目の人生を送ることになる。エフェメラ、アバ様が組織した優秀なキーブレッド使いの集団ダンデライオンに所属し、彼らを率いるユニオンリーダーにも選ばれたキーブレッド使い。予知書とマスターキーパーを継承し、崩壊したデイブレイクタウン跡地にスカラ・アド・カエルムを建国して、初代マスターとしてキーブレードを未来につなげた偉大な人物。ゼアノートとエラクスの祖先であるが誰と子孫を残したのかは不明。スクルド、同じくユニオンリーダーに選ばれたキーブレード使い。真面目な性格からアバに似ていると言われることもしばしば。デイブレイクタウンが崩壊する中箱舟に乗って未来へと時間移動したが、その行方は描かれていない。被験者 X の最有力候補だが、エフェメラに絶大な信頼を寄せていたことや、古の時代で唯一の北欧神話由来の名前であること、ゼアノートの母親がスクルトの血縁者であることを公式が匂わせていることから、エフェメラと結ばれた可能性もかなり高い。ブレイン、同じくユニオンリーダーに選ばれたキーブレッド使い。アバ様から予知書とマスターキーパーを継承していたが、デイブレイクタウンが崩壊する中それらを親友のエフェメラに託した。
その後おそらくルシュの器にされて何らかの方法で未来へ時間移動したと思われる。運命のプログラムを書き換えるウイルスになると語っていることからも、名前の由来は同名のコンピュータウイルスだと考えられる。光が敗北する運命を書き換えるというエラクスの発言や髪の毛の雰囲気からもエラクスの血縁者である可能性が非常に高い。ストレリチア、ラーリアムの妹で同じくユニオンリーダーに選ばれたキーブレード使いだったが、真の闇の奇襲にあってしまい消滅。真の闇はアバになりすましてベントゥスをユニオンリーダーに任命した。プレイヤーのことを密かに友人のように思っており、いつか話してみたいと願っていた。名前の由来は同名の植物ストレリチアレギネであり、花言葉は輝かしい未来など。キングダムハーツの20周年記念イラストではナミネと対に描かれていたり、服装や髪色の関係からナミネやカイリとの関係があるかもしれない。データストレリチア、予知書をデータ化した世界のストレリチア。混乱の中ルシュがデータ世界から連れ出しており、未来に巻く光の種真のダンデライオンと称して箱舟に乗せて未来に送り出している。データリクのように予知書のデータそのものという可能性もある。被験者 X、未来に渡った古の時代のキーブレット使い。その正体は不明だが、キングダムハーツ3発売時点で登場済みのキャラであり、候補はスクルド、ストレリチア、データストレリチア、アバ様。レイディアントガーデンの中央広場で発見されてからはゼアノートの実験の被験体とされるが、その後赤眼の男性、おそらくシグバールによって連れ出されてしまう。ちなみにキャラクターファイルズという書籍には黒髪の少女と書かれていたが、いくつかの理由により誤植の可能性あり。チリシー、キーブレード使い一人一人に与えられた使い魔。その正体は悪夢を食べるドリームイーターのスピリット。主人の心が闇に染まるとチリシーは悪夢を植え付けるナイトメアへと変貌して仲間を増やしていく。主人の心が消えるときは共に消え、主人の心が眠るときはその眠りを守る存在ドリームイーターとなる。ダンデライオンの鍵使い。ダンデライオンに所属していた優秀なキーブレット使いの大半は眠りについてドリームイーターへと姿を変えた。目覚めの力などで元の姿に戻れるかは不明だが、仮に可能なら近い未来に再び大規模なキーブレット戦争が起きてしまうかもしれない。一般の鍵使い、ダンデライオンに所属していなかったキーブレット使いたちはマスターオブマスターが起こした古のキーブレット戦争で消滅。黒いチリシー、キーの物語をややこしくした戦犯、闇に染まったキーブレット使いの慣れの果てである黒装束を従え、プレイヤーの前に現れた。その正体はナイトメアへと変貌したチリシー。プレイヤーの闇から生まれたと明かすが、プレイヤーには清いチリシーがついているため真相は謎のまま。またチリ際にはこれでつながりは断たれた、また別の夢で会おうという意味深なセリフを残している。13体の真の闇、ソラたちの時代にはびこるハートレスの祖である存在、つまりはキングダムハーツの物語の諸悪の根源。もともとは姿を持っていたが、マスターオブマスターとの長い戦いの中で姿を捨てた。姿を持たないため倒すことはできないが、器を与えることでそれを解決できる。この世界では本来人の心には光も闇も存在しないが、人の心に負の感情が芽生えるとそれを好む真の闇や増殖した闇が救い、心の闇となる。祖である真の闇は全部で13体いて、うち7体は強力らしい。他の6体のうちの1体はバニタス。様々な理由からダークインフェルノや後ろの人とも関係があると考えられている。またノーバディも人がハートレスになった時に誕生するため、真の闇はハートレスだけでなくノーバディやアンバースの祖でもあると言える。シグルド、エフェメラが築いたスカラ・アト・カエルムで何かしらの組織に所属する人物。時代を超えてやってきたブレインを出迎えた。名前の由来は北欧神話に登場する竜殺しの英雄。ミッシングリンクとキングダムハーツ4の初報トレーラーにて声色を変えて両作品のナレーターを担当していることから、裏側の世界やこれからの物語に大きく関わってくるのは間違いない。青ローブの老人、ミッシングリンクのプレイヤーだと思われる人物。古の時代に1度目の人生を終えてスカラ・アト・カエルムで2度目の人生を送る。年老いてからは闇に打ち勝つ運命のことされるゼアノートを託されてデスティニーアイランドで育てた。そしてゼアノートが少年になる頃寿命を迎えて消滅。その後は再び他者の心に溶けた。新しく溶けた先は空が有力だが、ルクソードや夜空も候補に上がる。ゼアノートの母、スクルドに似た黒髪の女性。生まれたばかりのゼアノートを青ローブの老人に託す。彼女はスクルド本人ではないが、血縁関係であることを公式が匂わせている。
スクルドの子孫かアバ様本人または子孫が有力。マスターウォーデン、ゼアノートやエラクスの師匠にあたるキーブレードマスター、マスターキーパーとノーネームを使用していた。闇によって多くの弟子を失ったショックからマスターの座から退き、こじんまりとした世界に居を移した。師となるマスターからとある使命を託されていたが、その詳細はミッシングリングで明かされる予定。正体はマスターオブマスターやルシュではなかったが、ブレインの可能性が残されている。ちなみにゼアノートとエラクスを除き、ウォーデンと弟子の名前は全員北欧神話。ブラギ、ゼアノートのクラスメイト、キーブレードマスターになりたい理由は正義を貫ける力が欲しいためと語る。その正体はルシュだった。どうやらキーブレッド戦争を再現する選ばれし者を探していたようで、最初はバルドルに目をつけていたが、ゼアノートに目星をつける。ヘルモーズ、ゼアノートのクラスメート、キーブレッドマスターになりたい理由は秩序を重んじる、これに集約されると語る。バルドル、正確には彼に宿った闇に襲撃されて消滅した。今後の物語への登場は難しいとのこと。ベル、ゼアノートのクラスメート、仲間たちと過ごす居心地の良さから信念が揺らぎ、マスターになることよりも現状維持を望むようになっていた。バルドルと交戦して消滅。ウルド、ゼアノートのクラスメート、キーブレッドマスターになりたい理由は外の世界を知りたいからと語る。バルドルの襲撃に遭い消滅。バルドル、ゼアノートのクラスメート、キーブレッドマスターになりたい理由は大切なものを守りたいからと語る。人の心を感じやすい体質だったため、他人の悪意も人一倍に感じ取ってしまい、次第にはバルドルの心は闇に染まり膨れ上がってしまった。取り付いた闇にそそのかされたバルドルは13の光を闇に落としてキングダムハーツを出現させることで世界の浄化を目論んだ。しかし最後にはウォーデンの協力のもと、ゼアノートがとどめを刺して消滅した。ヘズ、バルドルの姉、マルフィセントドラゴンの攻撃からバルドルをかばった後、バルドルに宿った闇がとどめを刺して消滅。その後は終わりの世界にとどまっていたが、ハデス様の助力によりゼアノートたちと面会し、バルドルの野望を止めるためゼアノートの心に一時的に宿っていた。バルドル曰く心に闇を持たない光のものらしいが、ニューセブンハートとの関係性は不明。ビーザル、上級生の一人、ヘズたちを消滅させた闇を倒すため7人の真の光を集めてキングダムハーツを出現させて世界を浄化しようと計画していたが断念。その後バルドルの闇と交戦して消滅。バーリ、上級生の一人、ビーザルに協力していたが同じくバルドルの闇によって消滅。ボルバ、以下同文。シグルーン、上級生の一人、承認試験の旅の途中バルドルの闇によって消滅。その後は心だけの存在となり終わりの世界にとどまっていた。ヘイムダル、上級生の一人、以下同文。ヘルギ、上級生の一人、以下同文。夜空、架空のゲームベルムレックスの主人公であり裏側の世界の住人、今は他者の心を宿している。このゲームはリリース元がスクエニであり、野村さんが担当していた世に出ることのなかったファイナルファンタジーベルサス13がベースになっている。夜空の服にはキーブレードのような刺繍があったり、空のキーブレードを奪えることからキーブレード使いと無縁ではないかもしれない。またレックスが空を夜空と勘違いしたり、空という名前俺にはよくわからないんだという共通したセリフから空とも深い関係にあると思われる。ちなみにリマインドでは夜空との戦いで分岐ルートがあったが、勝利の方が静止である。ネームレススター、架空のゲームベルムレックスのキャラクターであり裏側の世界の住人、本名は不明。元いた世界で名前と姿を奪われて心だけになってしまい、生と死の狭間にある終わりの世界に逃げてきた。同じく姿を奪われた夜空が元の心を取り戻し、自分を探しに来てくれるのをずっと待っている。そのことを指しているかはわからないが、彼女には強い意志で諦めないほどの夢があるそうで、いずれその夢を叶える手助けができるかもしれないとフェアリーゴッドマザーは語る。運転手、夜空が乗る車の運転手、声や少しだけ映る姿はルクソードだが、それ以外の確かな情報がないため同一人物であるとはまだ断言できない。ちなみに夜空のことは将軍と呼んでいるようだ。マギア、ベルムレックスに登場する赤髪の男性、その容姿はファイナルファンタジー15の某アーデンを想起させる。仮称であるマギアは魔法を意味しており、ベルムレックスの CM 内ではドナルドのように魔法を駆使していることがうかがえる。イージス、同じくベルムレックスに登場するメガネの男性、その容姿はファイナルファンタジー15の某イグニスを想起させる。
イージスという仮称は盾を意味しており、ベルムレックスの CM 内ではグーフィーのように防御を得意とすることが伺える。はい、以上です。皆様お疲れ様でした。もうこれだけいたらキングダムハーツのオリジナルキャラクターだけで一本新作作れちゃいそうですよね。ストーリー系じゃなくても、いただきストリートみたいなボードゲームや、昔あったキングダムハーツモバイルの大富豪とかのミニゲームを集めた、キャラ同士の掛け合いのあるパーティーゲームもちょっと欲しくなっちゃいますよね。シアトリズムを開発したインディーズゼロさん作ってくれないかな。そんな感じで、よければ今回の動画の感想や気になったこと、大好きなキャラクターなどがいればコメント欄にお寄せいただけると嬉しいです。グッドボタンやチャンネル登録も何卒よろしくお願いいたします。それじゃあ最後までご視聴ありがとうございました。またね、バイバイ。